こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は北陸新幹線延伸で煽りを受けた都市、ものをお届けします。せっかく祝賀ムードなのに水をぶっかけることをするのですか？いえ、現実を見てもらいたいのであえて特集しました。整備新幹線が開業して煽りを受けた都市なんて過去たくさんありますよね。はい、例えば北陸新幹線長野開通で寂れた小諸市、九州新幹線開通で寂れてしまった鹿児島県阿久根市などあります。だから西九州新幹線開業で最後まで抵抗し新幹線が開通したにもかかわらず、江北諫早間は第三種に佐賀長崎鉄道管理センターが管理し、第二種に JR 九州が管理することになりました。また博多から肥前鹿島駅まではかささぎという特急が新幹線が開通しても運行されております。その通りですが、まあそもそも江北諫早は新幹線からかなり離れており、並行在来線とは言い難い事情もあります。むしろ大村線の方が並行在来線となるようです。こういった事情もあり、このようになりました。このような事例は例外であり、他は例外なく第三セクター化されました。いえ、これは JR が廃止し地方自治体が受け皿として第三セクター化する合意が得られたからです。同意が得られなければ第三セクター切り離しはできず、 JR が引き続き経営するしかありません。そして今回2024年3月16日の北陸新幹線金沢敦賀が延伸開業しました。これにより北陸本線の敦賀金沢は第三セクター化され、 JR から経営が切り離されました。この煽りを受けた都市が数箇所あります。今日はこういった都市や事象をピックアップしたいと思います。白山市、旧鶴木町、末東市が2005年に合併して生まれた都市です。新幹線の駅からは外れました。末東駅は完全に各駅停車しか来なくなりました。もともとは末東駅は朝夕の一部のサンダーバード白鷺しか止まっていませんでした。ただ一部でも在来線特急が停車していたのと各駅停車しか来なくなった状況は全然違います。まだ開業したばかりなので影響は出ておりませんが、そのうちに影響は出てくると思います。すでにあった緑の窓口は閉鎖されました。白山市には新幹線の車庫もできましたが、この都市への新幹線の利便の立場からの恩恵はないようです。実は北陸新幹線の白山駅は新幹線新駅を設置する構想を立てていました。白山総合車両所の隣に設置する運動をしておりました。末東駅に特急が毎日上下合わせて14本停車しており、特急列車の停車がなくなることの代替措置となり、大都市との速達性の低下を避けるとともに新たな観光ルートも創設しうると白山市は説明していました。石川県出身の森喜朗元首相が長きにわたりこの構想を提唱し、周辺地域では目指せ白山駅などといった広告が多く出ていました。これに対し2016年11月 JR 西日本は採算面などから新駅設置に難色を示し、2017年3月14日与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームは新駅設置見送りを決定しました。各民間団体も新駅誘致運動を終了している。西末東駅はこの構想のトレードオフとも言えます。2024年3月16日の延伸開業と同時に末東駅加賀笠間駅の間に西末東駅が開業しました。この駅は昔から駅の設置の要望がありましたが、予算の関係でなかなか実現化しませんでした。とうとう国の補助金を活用してこの駅が設置されました。白山市としては新幹線開業とのトレードオフとなり、地元の前もお弓の北安田地区として整備されており、 IR 石川鉄道となっても便利になる模様です。鯖江市、福井県、メガネの町として知られる鯖江市。メガネフレーム製造の全国の 95% を占める鯖江市。鯖江駅に停車するサンダーバード白鷺号は2024年3月16日以降は姿を消しました。メガネフレーム製造が盛んなため関西からのビジネス客もよく訪れるそうです。鯖江駅前は居酒屋などがありビジネス客でにぎわっていましたが、特急がなくなれば利用されなくなる恐れがあるとのことです。
鯖江市民にとっては開業効果はあまり頼りにしていないとのことです。越前市、この都市には新幹線の駅、越前武生駅が設置されました。しかし、越前武生駅は市中心からかなり離れた箇所にあります。市の中心は旧北陸本線、現ハピライン福井の武生駅にあります。また、福井鉄道の駅も越前武生駅でしたが、新幹線に駅名を譲り、現在は武生新駅となっております。越前市は格安でタクシーで回遊できるサービスも始めております。北陸本線距離短縮。2015年3月14日の北陸新幹線の長野駅、金沢駅間の延伸開業に伴い、並行在来線となる金沢駅、直江津駅間 177.2km が JR 西日本から経営分離され、石川県部分は IR 石川鉄道、富山県部分は愛の風富山鉄道、新潟県部分は越後ときめき鉄道とそれぞれ各県ごとに設立された第三セクター鉄道会社に移管されました。さらに2024年3月16日の北陸新幹線の金沢駅敦賀駅間の延伸開業に伴い、敦賀駅金沢駅間 130.7km が JR 西日本から経営分離され、敦賀駅大正寺駅間がハピライン福井に、大正寺駅金沢駅間がIR 石川鉄道に移管され、北陸本線は米原駅敦賀駅間の 45.9km の路線となりました。第三セクターに経営分離された区間の距離は全国最長です。これにより JR 北海道の留萌本線、日高本線に次いで JR 線で3番目に短い本線となりました。また北陸本線という路線名でありながら、全線のうち北陸地方を通るのは北陸地方である福井県に含まれる新引田駅から敦賀駅までの1駅間のみとなりました。特急サンダーバードも大阪、敦賀間のみ走る特急となりました。ただ、この 45.9km はすべて直流電化となりましたので、北陸本線はすべて直流電化になりました。また延伸するルートは現状では敦賀、小浜、京都、松井山手、新大阪なので滋賀県を通らないので、新幹線が延伸されてもこの短い北陸本線は滋賀県が同意しない限り並行在来線とはならず JR 西日本に残ることとなりました。敦賀駅の乗り換えの不便さ。この駅、一見豪華そうに見えますが、関西方面から来る客にとっては不便極まりありません。サンダーバードや白鷺号が到着しても延々と歩かされます。煽りを受けたのは現在のところ、北陸新幹線とは全く関係ない名古屋方面、大阪、京都方面から福井、金沢、富山へ行く乗客の皆様です。駅を豪華にしても利便性を損なうのはどうかと思います。
サンダーバードや白鷺の代走は剣号です。剣号とは連絡をしておりますが、この駅はあまりにも広いので移動が大変となりました。この大きさにはびっくりしました。九州新幹線の武雄温泉や昔の新八代駅のように暫定的に在来線の特急と新幹線と同じホームで乗り換えれる考えや工夫は JR 西日本にはなかったのでしょうか。敦賀の先はですね、いつになることやら、ここから先はいつになることやら、前から経由の方が良かったのにな、現実論から言ったら、なんで小浜経由にしたかな。はっきり言って敦賀から先の新大阪までいつ開業するかが分かりません。関西から金沢や富山へ行く場合、この乗り換えでは結構辛いものがあります。これは北陸新幹線沿線の駅にも影響します。このように新幹線の駅が設置された小松市、加賀市、あわら市などは新幹線開業の恩恵を受けましたが、これらの都市は不便となりました。ハピライン福井鉄道開業による運賃値上げ。ハピライン福井鉄道は北陸新幹線敦賀延伸開業に伴い第三セクター化して新発足した鉄道会社です。280人の従業員のうち170名が JR 西日本から出向しております。車両も521系2両編成 X16 本を JR 西日本から譲り受け運行しております。ハピライン福井鉄道にとっては敦賀駅から北陸トンネルの手前のデッドセクションまでが直流区間で、その他は全て交流区間ですので、この区間のために高直流車両を有することとなります。管理人は敦賀から2駅先のハピライン福井鉄道の今城駅を訪れました。北国街道の宿場町で北陸トンネルを出た2駅目にあります。この駅は新幹線開業とは全く別事象のような感じでした。駅前は昔ながらの宿場町があります。土日に限定して今城そばの店がありますが、駅の人に聞くと午前11時からの営業らしいです。当日は時間がなかったので9時頃訪れましたが、残念ながらそばは食べられませんでした。さて、本来の JR 西日本の北陸本線で敦賀から金沢では 130.7km、 幹線運賃は2310円だったのが、同じ区間でハピライン福井と IR 石川鉄道では2730円、ほぼ2割値上げとなりました。青春18切符の価値減少、不便化。今回の延伸でハピライン福井 84.3km、 IR 石川鉄道 46.4km に転換され、合計 130.7km の価値が下がりました。もちろんこの区間の自由な乗り降りもできなくなりました。下車せず通過する場合のみ可能です。離れ小島の越美北線に乗る場合の通過や、途中下車せずそのまま乗り通す場合は許されますが、途中の駅が降りられないというデメリットも出ました。氷見線と城花線に乗る場合は、愛の風と山鉄道との決戦駅が高岡駅なので、高岡駅では降りることが可能です。
北陸新幹線敦賀延伸前は JR 北陸本線と IR 石川鉄道との境界線が金沢駅だったので、通過利用でも金沢駅は下車できました。しかし北陸新幹線敦賀延伸後、 IR 石川鉄道も大正寺まで延伸されたため、青春18切符で金沢駅で下車することができなくなりました。津幡駅は JR 西日本七尾線との決戦点なので下車が可能です。だから津幡駅で下車して津幡駅から金沢駅まで切符を買う必要があります。これは隣の県の福井駅も同じです。福井駅の隣の越前波南道駅はハピライン福井鉄道と JR 西日本越美北線の決戦点なので下車することは可能です。この駅相当寂れている駅ですので、福井へ青春18切符で行く場合は越前波南道駅で下車して歩くかバスに乗るしかありません。そもそも通過利用という言葉、外国人にどうやって説明するのでしょうか。もっとシンプルにできないのでしょうか。規則でがんじがらめになっているような気がします。まだ他にもありますが、北陸新幹線延伸開業で煽りを受けた都市、物をお届けしました。